演舞開演。どうも、本日は先日焼きそばをいただいたプロのカラオケ店でこちらのジャンボチョップパフェというものを食べてみたいと思います。うわ重いな、これは先日の焼きそばと比べて見た目通りですね。でちなみにその見た目というのはこんな感じです。入りきりませんね、これちょっとさすがにもっとジョッキっていうのは下に初めて見るのですが、さっさと溶けないように食べたいと思います。ではいただきます。世間はこれでビールを飲むんですが、なんかすごすぎてついていきます。最初にですね、アイスクリームの冷たいものとスプルアイスの皮、それがシャクッときて、その大きい生クリームと味が変わり、コーンフレークで食感を楽しんで、その下に入ってるアイスクリームがたどり着くのがちょうどいい感じに溶けていて、マンゴーやストロベリーのジャムとうまく混ざって程よい酸味を与えてくれて、最初のアイスとは違った食感を楽しめてとっても美味しかったです。ただやっぱり多いですねこれ。まあ自分はお酒飲めないのでジョッキというもの自体初めてなんですが、これで乾杯でパフェでやったらパフェが崩れちゃいますね。でもとっても美味しかったです、大満足ですね。というわけでこちらの点数をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。